おはようございます。ちょっと電気つける。本日は曇りです。私さ、今のこの時期が一番嫌い。毎日低気圧で頭痛いしさ、元気な日がさ全くないんだ。悲しいことでなんか飛んでる。でもね、今日はいつもより元気。なんで今日は元気かというと、とあるお友達に会ってくるからです。イエーイ。ってことで日焼け止めを塗るよ。ドクター G のグリーンマイルドアップ敏感肌山日焼け止めです。なんだかんださ、曇りの日が一番紫外線がひどいっていうからさ、もう毎日日焼け止めを塗りたくってるよ。ビタミンのサプリを飲んで。大変だよね、本当に大変だよね大変だけどさ、シワとかシミとか作りたくないもんね。その一心だよね、私たち。ちゃんとおでこにも塗ってね。でもちょっと最近困ったのが、夜寝るときに暑くて暑くて、でもさ、窓を開けて寝るってなっても朝方ちょっと寒いじゃん。でなんか冷房つけるにもまだ早くてさ、何をするのが正解なの？もう布団をかけて寝ないとかそういうこと？ちょっと私今日肌荒れてます。いつもより赤い、こことか。これも梅雨のせいだよね。今のうちにリップをしておきたい。はい、美声。これね、ディオールのマキシマイザーに似てるんだよね。ちょっと今日は結構楽しみなので、楽しみの分だけコンシーラーでカバーしていくよ。これはルナのコンシーラーので、こっちがグリーン、そしてこっちがバニラのカラーを使ってます。スポンジスポンジ。私晴れじゃないとやっていけないんですよ。なんかちょっと今日肌敏感だ。このスポンジですら若干痛い。これも全部梅雨のせい。全然話は変わって、私の最近の好きな漫画の話になるんだけど、よくさ、インスタのストーリーで漫画の広告が出てくるじゃないですか。最近それでコミックシーンはの広告で、スズメの嫁入りっていうね漫画が出てきたの。そのお話はなんか殺し屋の男と貴族の女性の2人のお話なんだけど、お金持ちの娘のその女性はもともと病気で心臓が悪くてなかなか外に出れない生活をしてたんだけど、まあ、ある日父から外に出てもいいよっていう許可が下りて、外に出たらなんか悪党3人に捕まえられてひどいことされそうになるんだけど、でそこで人殺しの男が現れるんだけど、その人に助けを求めるんだよね。でも何か価値を見出してくれないとあなたにはつかないみたいなこと言われて、そしたら女性が結婚します、まあ、お金持ちだから養って裕福な生活をさせますみたいな。でそしたらその男が食いついてっていう話なんだけど、ちょっとネタバレになりそうだからここはでしよう。そうで、その新平っていう主人公の男の人がなんかすごいかっこいいの。それはそれはものすごく強い男なんだけど、めっちゃめちゃ愛が重くて、なんだろう、世間一般的に言うメンヘラみたいな感じなんだろうね、きっと。めっちゃくちゃ強い人が一途で愛重くてメンヘラっていう、そのギャップにやられてしまって、これは結構タイプ分かれると思うんだけど、私は結構それがグッとくる方で、なんだろう、タイプが歪んでんのかな、歪んでるのかも分からないけど、すっごくすっごくかっこよくて、もう一気見した最新刊まで。しかもそれが6月の中旬ぐらいに単行本が出るんだって。もう私絶対買おうと思って、それを。多分現実的ではないんだよ、きっと。そもそも設定がね野蛮だし、なんか現実的じゃないからこそなんかそういうものに惹かれちゃうんだよね。これはきっとねだいぶ好みが出ると思うから、ダメな人はダメだと思う。簡単に言うと、ワンピースのゾロがめっちゃ一途ですっごい愛重くてメンヘラだったって言ったらどう、みんな。これで最高ってなる人は多分私とタイプが同じ。やっぱ結局ギャップにやられるんだよね。私結構漫画は好きでいろいろ読むんだけど、いつも見てるのは結構ほのぼの系というか、全然恋愛系も見るんだけど、どちらかというとほのぼのしてる系
だったの。でも久しぶりに心の底からなんかキュンキュンする漫画を見て、もうずっとニヤニヤしてた。漫画って最高だね。ちょっと本当にみんな見てほしい、これだけは。めっちゃキュンキュンするから。でもどうしよう、これで全然共感されなかったらただの私がやばいやつだったっていうことしか証明されない。ちょっと本当に誰か見てほしい、で私に共感してほしい、そしてメッセージ送ってほしい。そう、一個思ったのは、強い男ってかっこいいんだよね。もうそれです、言えることは。でもその漫画はそれだけじゃなくて、それに出てくる女性もめちゃくちゃかっこいいの。肝が据わってるというか、すごくたくましくて、本当に心からわあかっこいいなって思うの。だからそれも見てて気持ちいいし、なんか久しぶりにいい漫画に出会ったと思って、それをみんなに共有したかった。でも結構さ、漫画ってさ、人の何、性癖というか好みが分かりやすく出るものじゃん。出るから恥ずかしいんだけど、でも本当にいいから見てほしい。間違いなくあれは単行本買っちゃう、見過ぎます。なんならリアルになると多分違うんだろうなとも思っちゃうけど、あなたが死ぬなら私も死にますみたいな。でも私共依存とかもすごい大好きでさこれ何の話、誰始めたの。今日の洋服何着ようかな。まだ服を決めてないから、ちょっとどういうメイクでいくかも全然定まってないけど、ピンク系で優しい感じのイメージでとりあえずメイクしてます。梅雨明けてくんないかな。梅雨が好きだよっていう人いる？ちょっと教えてくれない、私に梅雨の良さ。眉毛を太くしたい、そんな日もあります。この前ストーリーで久しぶりにね、質問コーナーをやってみたんだけども、なんか質問の内容とかさ、結構2年前とか3年前とかとはさ、全然内容が違くてさ、私を見てくれてる方たちもなんかみんな大人になって成長してるんだなって感じますね誰だよ。眉毛はちなみにバビメロの私がいつも使ってるシェーディングで描いてます今。オッケー、ジャムジャム最高、踊ろうよ。涙袋を増築します。増築させたら、させましたら、今日は目元はラメとかものせず、ナチュラルな感じでいきます。ナチュラルに恋してナチュラルに気になるんだろ、だんだんナチュラルに愛して、このまま手をつないでたいの。私の大好きなウォン・ジョンヨ先生のマスカラです。私さ、ラッシュアディクトやってからめっちゃまつげ伸びたの。だって前までこんななかったもん。嬉しいよ、こっちはこんなにまつげが伸びてくれて。ありがとう、手伝えたく。やばい、急に目が見えないモードに突入した。 My name is マコイムニだ。わあ、でもな何のでもな。なんかたまにさ、恋愛の話してくださいとかさ、最近25歳になった恋愛観とかどうなんですかみたいな聞かれるの。言いたいの、私も言いたいよ、それはお話ししたいよ。でも私さ、自分の恋愛観言うと惹かれそうなのが怖いんだよね多分ちょっとキモいんだよね。だからみんなに惹かれないかが心配です。それでも私がそういう話をしても、いや全然だよまこちゃん、引かないからどんどん話しておくれよっていうね、そこまで言ってくれるんだったら信じて話しますけども、まあでもね、言葉って簡単ですからリップすんごいいいからみんな使ってほしい。これも私が今塗ったのが06番のカヤフィグっていう色。
若干オレンジっぽい。でもう一色が07番のモーブホイップ、こっちは紫っぽいピンク。なんかこれこれって感じの色味、これが欲しかった、これがって感じ。じゃあ髪の毛してきます。どうですか、できました。髪の毛を若干巻きまして、服はねワンピース着ました。ネックレスとかをつけておめかしします。じゃあ行ってきます。